デルバのチョコレートミューズリーなんですが、なんか間違えて2袋注文しちゃったみたいです。両方とも消費期限が2022年の6月末までなので、まあまあゆっくり食べていけばいいかなとは思うんですが、なんかちょっと大量にあるのはあれな気がするんで、頑張って消費していきます。おお、すごい。塩野義のビルがあったあたりはこんな感じで完全に壊されてます。塩野義のビルがなくなっちゃってるんで、光栄の裏口を出たところからクロスタワーが丸見えになってます。前にも言ったと思うんですが、期間限定の眺めですね。これまたここでビルが建っちゃうとクロスタワーが見えなくなっちゃうんで、期間限定です。スクランブル交差点は人の行き来はそんな多くないかな。どうでしょう。じゃーん、デューン見に来ました。東方シネマズにデューン見に来ました。チケット交換しなきゃ。交換じゃないか、発券か。もうそろそろ始まるんで、この辺でカメラを。東方シネマズでデューンを見てました。デューンの話自体全然知らないんで、これからどうなることやらって感じです。東急本店に来ました。東急本店も近々閉店しちゃうそうなんで、この建物もしばらくしたらなくなっちゃうのかもしれないですね。東急本店の屋上、今日はよく晴れてるんで屋上すごいあったかいです。それで今は東急の本店の屋上にある園芸店のベルデステに来てます。お、蜂がいる。映るかな。蜂がいます。養蜂してるんで蜂がいるって注意書きがあったんですが、本当にいましたね蜂。あ、こっちにもいる。おお、すごいすごいすごい。養蜂してるんでミツバチが飛んでるということなんですが、さっき本当に飛んでました。このゴーラムってやつと、あと1種類どれか買おうかなと思います。このちっちゃいゴーラムがこんな感じになるみたいですね。面白いんでこれにします。よし、じゃあ次は東急ハンズにでも行ってみようかな。ハンズ到着。こんなのやってます。ファインヒートが呪術廻戦とコラボやってます。ハンズの植物コーナー来た。なんかちょっと思っていたのとは違うな。室内の方に多肉植物とか売ってたんですけども、こっちはちょっと趣の違う植物っていうか盆栽だなこれ。あ、盆栽でした。いわゆるミニ盆栽ってやつでしょうかね。外は盆栽コーナーになっちゃってるみたいですね。なんかこれっていうもんがなかったんで、ただ見るだけにしました。胸のあたりでベルトに POV マウントすると GoPro のカメラがどうも外向きになっちゃうんで、あんま良くないですね。なんだこれ、ガンダム R 作戦始動。あ、無料なんですか。そうですね、ぜひお貸してください。あ、はいはい、時間かからないと思うので、はい、確認だけお願いします。ありがとうございます。サイクル作戦と題しておりまして、サイクル材を使用して作られたこちらの組み立てキットを皆様にお配りするというイベントになっております。で、今回お配りする組み立てキットに関しては、回収されたランナー洗いだとかプラモデルを生産する際に出てくる廃材ですねを、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、他の方出場できていません。ありがとうございます。なるほど。
ガンプラでガンプラ作った時に余ったランナーを再利用してまたガンプラを作ろうっていう試みですね。なのでランナー回収口っていうのがあります。ハロー。あ、ここにも書いてある。こんな感じということで、ガンプラもらった。これができるのか。今日って渋谷って山手線の内回りが運休だから人少ないかと思ってたんですけど、全然関係なく人めっちゃ多いですね。まあまあ渋谷に来る人が全員渋谷、山手線内回りを使ってるってわけじゃないんで、あんま関係ないといえば関係ないと思うんですけど、それでも人は少ないかななんて思っていたんですが、さすが渋谷人多いですね。あれけどやっぱちょっと心なしか少ないかもしれないな。運休中の渋谷駅なんてめったに見れないんで、ちょっと見てきます。あ、そっか、外回り動いてるから渋谷駅の改札って開いたままですね。そっかそっか、改札も閉じてるんかと思ってた。こんな感じ、内回りは入れない。ここのめっちゃ濃厚、めっちゃバナナってお店、残念ながら今日で閉店だって。こっちのね、光栄の裏口ってなかなか人が来ないんで、この手のお店はなかなか厳しいんですよね。結構入れ替わってます。あそこ